はい、では今日はタイラバのカラーローテーションについてお話しします。タイラバには様々な色があり、どの色を使うか迷ってしまうことがあるかもしれませんが、今回は超過に差が出るカラーローテーションについてお話しします。まずタイラバでよく使われる色は5色、赤、オレンジ、金、緑、グローの順番で徐々に見えやすくなっていきます。地上では派手に見える赤や金は、実は水中ではあまり見えておらず、緑やグローは水中ではっきり見える色なんです。赤やオレンジ色は水深によって色が最もぼやけやすいので、マダイを騙しやすい色と言えます。金色は深いところで見えやすいため、アピールを上げたい時にカラーローテーションするといいと思います。緑色は深い水深でも見えやすく、波が強く底が荒れてしまって濁っている場合は、緑色を選ぶことによってマダイに気づいてもらうことができます。グローは朝まずめの時間帯に効果的で、発光しているため魚に見えやすいです。またヘッドとラバーの組み合わせも考えることが重要です。ヘッドとラバーが同じ色のタイラバは食わせの要素が強く、ヘッドとラバーが異なる色の場合はリアクション的要素が強くなります。タイラバが着底と同時にリアクション的に食いつかせることを強めたり、イワシなどの群れについていて、タイラバに見向きもしないようなマダイに対してヘッドとラバーを違う色に変えるだけでリアクション的に食いついてくることがあります。釣れる時は簡単にマダイが釣れてしまうタイラバですが、釣れない時こそ超過に差が出るのが色の選択やカラーローテーションです。色の知識を頭の片隅に置いておくと、周りとの超過の差につながります。ではここからは具体的なカラーローテーションの方法についてお話しします。最初にタイラバでよく使われる赤、オレンジ、金、緑、グロー5色を1つずつ用意します。そして最初に使う色を決めます。例えば赤から始めるとします。最初に赤色を使ってしばらく投げてみます。もし反応がなければ次にオレンジを使ってみます。オレンジにも反応がなければ金、緑、グローの順番で使っていきます。このように順番に色を変えていくことで反応のある色を見つけることができます。ただし一度反応のあった色にこだわらず、時には違う色に変えることも大切です。また、状況によっては複数の色を組み合わせたカラーローテーションを行うこともあります。例えば、深い水深で緑の反応が良かった場合、ヘッドとラバーの色を異なる色にすることでリアクション的要素を強くすることができます。また、朝まずめの時間帯にグローが効果的だった場合、UV ライトを用意しておき、紫外線を当てることでグローをさらにアピールすることもできます。以上がタイラバのカラーローテーションについての説明です。色の見え方や使い分け、ヘッドとラバーの色の組み合わせを考えたカラーローテーション、これらを行うことでより効果的な超過を得ることができます。ぜひ参考にしてみてください。